った初めて使われたんじゃない？あ、待って待って待って。あ、そっか。あ、今ね、俺ね、気づいた。初めて使われた気がする。そうだったわー。それ！これ以上ぐだらせたくないんですよ。1から組みました。なんで、鬼子お兄さんを狙う場合は、SP カードとかカチャカチャカチャってしないといけないんですけど、仕方ないですね。とりあえず、ビッグマンを使います。このビッグマンが、あるんで、なんとかなるでしょう。パワースタンプでいこうか。2ターン目につばせにします。とりあえず。で、今90になっちゃったのちょっと嫌だな。惜しいな。さあ、幸先がいい大きいし、ちょっと君に左右されてんだ毎回この縛りは。はい、はい、そういうこと。わかった。わかってくれた？わかってくれた？もう俺嬉しいよ。俺嬉しいよ。君が当ててくれて嬉しいよ。で、メタキンタって持ってるんですけど、ビッグバン？ザンマ島のビッグバンっていうのは会心が出ません。なので、誰にやっても大丈夫です。まあ基本的には悪魔神官に言ってくれるんですけど、最悪主人公に当てたとしてもガードされることはないです。まあ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 、いいでしょう。いいでしょう。いいでしょう。ビッグバンにはね、会心判定が存在しないので。さあ、誰に行くの？せーの！はい！もう負けないからね。もうね、俺負ける気ないよ。もう今まではちょっとさ、先に組んどいたパーティーでさ、ちょっとまあ、愛あるパーティーにしようかな。もう、あ、来た、ボレロ！いよいよボレロの効果来たが。オッケーオッケー。次、つばぜにしましょうか。アースショック？ちょっと怖いのはね、避けられることなんですけど、つばぜします。次、キラピが飛んでくるの分かってんなら、つばぜやります。よし、完璧。黄色ゲージも完璧だ。てか、今日これしすぎて、ライアンチャレンジきつくなるな。さあ、勇気負けもないぜ。あとは詰将棋。あとはもう詰将棋ですよ。敵の使用をちょっとね、怖いとこではありますけど、あとは詰将棋状態に持っていきましょう。このキラピもね、三鏡の盾を今回持ってきてるんで、わざわざ僕が。わざわざ持ってきてますからね。貯めるでもいいよ、ここは。ここは貯めるにして、コングヘッドがアースショックとかしてくれるとありがたい。そうすればスマートにいける。オッケーオッケー、テンション上げて別に大丈夫。で、アースショックで。君はね、それは絶対ダメだと思うよ。おお、なんで当てたの？あ、終わった。あ、終わった。それがさっきなぜできなかったのか理解に苦しむけど、俺ね、それができるんだったらなぜ先にできなかったのかなって理解に苦しんでますよ、僕は。それができるんだったら俺さっきあんなことなかったもん。もう勝ったじゃん。もう勝ちましたよ、このゲーム。もう勝ってるんです、これ。ああ。何か言い残すことは？で、SP からね、特殊合体。アークデーモンを召喚すれば、オリコニーサルは成立するので、問題ですね。縛りは破ってません。ただ、俺気づいたんだけどさ、オリコンボだけだったらもうダメだったんだね。はい、終わりです。吹き飛ばしてくれるわ。お、意気揚々と登場。オリコンボどっかなんだこいつは。900ぐらい出たんやけど。長い長い10検証でしたね。何回時戻ったか分かりません。さあ、いよいよ決勝です。ただ、この決勝で負けるとですね、また戻されるんですよ。シードとかないんですよ。代表優勝になるためには。いや、これね、正直普通のプレイで、今回の縛りにおいてはマジの疑問なの、こいつ。やばいって。さあ、決勝戦の相手のパーティー。とある武器のせいで、かなり厳しい思いをするんです。風林火山です。風林火山持ってくんのはまずいだろう。装備がもうメタなんだ。絶対に落としたくないという強い意志でいきます。装備メタってるけど、これでも勝てるかわからねえ。代表優勝決定戦。不安なのは風林火山です。風林火山っていうのは、この、今の組んでいるコングヘッド、大木内、まあ、ここにいないですけど、アークデーモン、すべてにおいて特攻を取られる可能性があるのと、1ターン目にこいつは魔人の体槌っていうのを使うんですね。
1ターン目が全てです、もはや。ここの魔人の金槌の風林火山の特攻を受けたらゲームは終了と言ってもいい。怖すぎでしょお前、決勝戦でそんなことする。疾風陣内に来い。オッケー、ね、よし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 、疾風陣内なら大丈夫だ。疾風陣内は確かに強い技ではあるんだけど、今の魔人の金槌で疾風陣内はマジででかい。さあ行くぜ、星々と共にスターナイト捨てる。よしオッケー、死神クスにやってファイヤー。オッケー、今回の狙いはスターナイトによる死神の騎士への、あの打点ですね。ああちょっと待って、それ痛恨って言うんだよ、知ってる、それ痛恨でんの。あおいおいん、おおあー待って、フルスイングやばいね、それ1か8かの痛恨技です。それを1か8かの痛恨技、しゃあない。主人公メタキンタって持ってるからね、ちょっと息してほしいとこであるんだけど、クラブインパクト打って、はい打ってたねバカだね、お前何をしてるんだ。大吉大吉アップコーン、どうすんのね、どうすんのやるしかねえ。だーもう2人とも何してんの、やっぱり大吉とコンゲットが全てなんだよな。あっチェッチェッ、そうなんだよな、まあ無理だとは思ったよ、ちょっと、ね、無理だなと思ったよ。そら俺も向こう会心出てるから有機量も多いしさ、向こう黄色でやってんでしょ、こっち緑だもんな、無理だもんなと思いながらやったわ今。防ぐしかなかった、削り切れるかこれ、上振れ狙うしかないね、もう上振れ狙うしかないぞ。痛恨出てんのがまずい、何より。貯めるはやってくれた、貯めるやってくれた、こっから次のターンに乗せるしかない。うわ、フルスイングちゃんと打ってくんな、お前。マッスルダンスしろよ。マッスルダンスしてくれって。ガードよしまだあるで。まだあるよ。このターンに一気に乗せて、ウルトラスタンプするしかない。もう。疾風陣内かそれ。その動きは疾風陣内だ。オッケー。いくらなんでも早すぎる。こっちのバトルマスター84だぞ。闇の衣も来てんだぞ。先制できるわけがないもん。チャンスは作ったよ。タメリのチャンス作った。頼むぜ、激しく光る、いけいけスターナイト、ファイヤーやったー、いや、これあるな、いけクラブインパクト、ファイヤー、おいいぞ、どうするんだどうするんだこれ、おにこ、え、あ、でも、待って、いけいけ、せーのせーの、はいイエーはいイエーはいイエーはい、よっしゃーやったー、これはいける。いや、どうなんだ、待って、さあ、これさ、向こうの勇気溜まってる説ない？お、これさ、向こうの勇気溜まってるったら負けだよね。そのパターン俺知ってんだ。でもガードはしてるんだ。ガードしてます。怖い。溜まってなかったら勝ち。はい。よーし。よーし。よーし。とーったー。夢がある。よーしよーし、いけたー、よーし、いけたー、よーしゃー、もうこれは鬼門突破ですよ、やったー、これで代表優勝終わった、なんかめっちゃ長かった気がする。90分かかってんじゃん、よく見たら。いや、いけましたね。決勝戦で、あの最高の上振りを引かなかったら負けてたな。モンバトって夢あるゲームだなと思います、本当に。1月1日にね、もうかなりいいものを見ました。1月1日の白黒、おお大輝からすらびっくりするよな。おい、こらって。お前、それはズルだろって。複雑な心境やる。もう特に匠なんて複雑なんじゃない？何回お前倒されたっけ俺に。複雑でしょ。お前誰だ？翼、お前に、お前ね、俺の知ってる時期では2回ぐらいお前勝ってると思うけど。おヒナどうした？ユナツヤさん本物だよ、そうだよ。2回お前知ってるよね。ヒナお前2回知ってると思うんだよ、その本物の強さ。
そうだけ面白くない。こっちは少くない。お前だって一回でいいもん。お前なんて一回だけでやもん。楽だよ。ここまで来りゃもうオートエンディングは目の前ですよ。もうムードが勝ち。ムード勝ち。あのね、言っときますけど、もうね、ドラゴンライアンで倒した僕にね、敵ないんすわ。